アメリカでのたり死に寸前の最低限の輪です。あ、こっちもあるな。あ、人の足が映っちゃった。今日はですね、このゴージャスな病院で、このゴージャスな病院で、アルバイトを恵んでもらいました。で、しかも、ここ、屋根がついてるんで、これ屋根がついてるんでね、日に焼けないんですよ。で、はい、手袋も帽子も日傘もいらないんですね、その駐車場から。今日ですね、これが今日ガソリン入れてる時に、なんか どこかからか、なんかジョージア州のなんたらから電話がかかってきたんですよ。でそれで間違い電話なのか、それとも、間違い電話なのか、それとも未だにブッキングドットコム、Airbnb のまあライバル会社でブッキングドットコムってありますけども、それの電話かなと思って。でもかといって電話出たんですよ。そしたら、私の車で車にガソリン入れてたら、ジョージア州のなんたらから電話があったんで、電話取ったんですよね。そしたら、なんと、バージニアのアーリントンだか、フェアサックスで、なんか通訳の仕事があるって言うんですよ。しかも、フルタイムで、フルタイムってことは毎日。で、ちょっとそれ、考えられないんですけどね。だって日本語の必要な、日本人そもそも少ないし、日本語の通訳しかもフルタイムで、で、学校で公立学校のって言うんですよ。で、もしかしたら、イマージョンって、なんか毎日やって、いるのか。で、そのイマージョンって身を、体を浸す、身を浸すっていう意味もあるみたいですけども、その日本語のイマージョンのクラス、プログラムは、なんか親が日本人だとダメらしいんですよね。で、そりゃ親が日本人だったら、日本語できて当たり前。だからって、そういう意味かもしんないんですけどもね。それなんで、でも、さっきの電話では、通訳とか翻訳の仕事ですかって聞いたら、通訳だって言うんで、じゃあ、イマージョンの教える仕事とは違うんだろうな、とは思うんですけどもね。で、それで、私、ガソリンスタンドで電話取ったんで、一応詳細を E メールで送ってくださいって言ったら、いいですよ、送りますよって言ってくれたんですけれどもね。あれから3時間経ってもまだ来ませんけれどもね。だけども、どこの学校か知らないですけど、公立学校、一箇所のところにずっと通うのか、それとも、そのカウンティ、アーリントンカウンティだか、フェアファックスカウンティとか知らないですけども、巡回するのか。で、そうなると、車運転しないといけないですよね。で、私、車、高速乗ったりするの、下手くそながら大丈夫ですけども、やっぱり電車が使える方がありがたいんでね。DC だったら、どこもかしこも、電車とかバスかもしれないですけど、アーリントンとかフェアファックスになると、
車で、しかも毎日だとちょっとだるいなとか、ちょっと正直思っちゃうんでね、もう、私もね、ニートは働いたら負けっていう、まあ、その名セリフがちょっと心に引っかかってるんで、まあ、詳細をね、メールで受け取るだけ受け取って、もしかしたら、まあ、ちょっと今回は、申し込みませんって言うかもしれないですけどね。まあ、そうですよ。まあ、ニートは働いたら負けっていうの。まあね、今みたいに、まあ、一週間に一度あるかないかの通訳の仕事と、あと、まあ、犬の散歩は、まあ、ほぼ毎日なんですけども、そんなんでいいやっていう気持ちにもなってきましたね。まあ、何しろね、人付き合いがもう、今は全然ないんで、パートだからバカにされるとか、アルバイトだからバカにされるっていう、そもそもバカにしてくる人がそもそももういないんですよ。すでにもう、昔はいましたけど、今いないんでね。なので、まあ、多分私今後の予定としては、今44時間の裁判所通訳のクラスを取ってるんですけども、それが終わったら、もう裁判所で主催してるテストを受けて、で、そのテストもね、ワシントン DC、メリーランド州、バージニア州のうち、勉強しやすい方からって思いますね。どっちの方が簡単とかそういう意味ではないですけども、例えば、丁寧にワークショップをやってくれるとか、あとバージニアの場合、ウェビナーなんですよ。ってことは、ウェビナーだと、何回か立ち止まって聞くことも可能。再生したり、早送りしたりとか、そういうのが可能なんで、バージニアの方がいいかなと、とも思うんですけれど、だけども、もしかしたら、あなたメリーランドに住んでるのになんでバージニアのテストを受けるのよって嫌味を言われちゃうかもしれないですね。まあでも、そうしたら、こう、ウェビナーがあるみたいだから、ウェビナーに興味がありますって言ってもいいですよね。はい。ということで、今日もまた日本語だけのビデオを作りました。もう本当にもう、量産型の、ビデオです。で、昨日私が撮ったミグタウのビデオ、結構反響がありましたね。昔っていうか、かつて、まあ、数ヶ月前に厳しい意見を言ってきた人が、まあまあ、中立的な意見を言ってきたりとか、まあ私もね、まあできるだけ、まあ中立的なっていうか、まあ、女はどうせみんなミグタウが嫌いなんだろうっていうふうに思われないようにっていうか、いや、私もなぜかハマってしまったんですよね。ミグタウの考え方に。はい。ってことで、これから、今、通訳の仕事が終わったんで、病院で。これから犬の散歩の仕事に行きます。では、失礼します。犬の散歩に行くって言ったんですけども、毎週火曜日は私、犬の散歩休みなの、今思い出しました。なので、犬の家に到着してから気がついたんですよ。あ、今日、犬の仕事なかったんだって、今気がつきました。ってことで、今、トレーダージョーズで牛乳を買って帰ります。ここではね、そのコーヒーの試食があったり、試飲があったりあるんですよ。じゃあちょっと、トレーダージョーズの紹介もしたいなと思います。ロックビルパイクにあります。あ、これね、ビーツ、買ったことあります。私の主人のお使いでですね、このターメリック、ウコン、このお茶を買ってきてくれと言われたんでね、はい。で、これ、私、このハイビスカスの粉持ってますよ。甘いのね、アスパルテーム使ってるんで、ちょっと味がちょっと変な味、ちょこっとするんですけども、で、しかも、アスパルテームって使うと、
なんか体に良くないとか言うんですけどね、はい。チョコレート、この辺にたくさんあります。私はお酒が飲めないんでね、甘党です。では失礼します。